どうも、八木島です。今日はこれ、トップガン、この話をしようと思います。まあいいや。それでは、やっていきましょう。このトップガン、この作品は、先日、フラッシュダンスの時にもお話ししたように、ドン・シンプソンとジェリー・ブラッカイマーがコンビで、プロデュースして大ヒットさせた、もう名作です。まあ、当時、フラッシュダンスのところでも言ったんだけれども、トム・クルーズ映画っていう言葉が生まれるほど、このトム・クルーズの作品っていうのは、まあ同じような物語を繰り返したんだよね。まあカクテルにしても、このトップガンにしても、デイズ・オブ・サンダーにしても、他に何があったっけ？出てこなくなっちゃったけれども。そう、どれも基本的に同じ。若者が、頑張ってる若者がいて、苦悩して、高みに到達するっていう、もう、その成功物語。で、まあ、これもその典型なわけだよね。で、当時はまあ、馬鹿にされたわけだけど、まあ、マーベリックでは、まあ、ストーリーが素晴らしいとか、手のひら返したような人たちがいっぱいいた。あれも結局、この、いわゆるトム・クルーズ映画って言われてる、ストーリーテリングと、変わらない感じの内容でね、進められてたから、まあ、面白い様変わりだなと。まあ僕は、こういう、なんていうのかな、決まりきった、形での、ストーリーテリングって大事だと思ってて、やっぱり映画って消費財である一面もあったり、時代を象徴するものであったりとかもするから、そういう意味では、こういうね、トム・クルーズ映画って言われたものっていうのは非常に大事だと思うんだよね。で、まあそういう作品の一つです。で、監督はトニー・スコット。僕の大好きな監督の一人。で、それまで、こういう映画っていうのはなかったわけですよ。こういう映画ってどういう映画かっていうと、スカイアクション。それをね、トニー・スコットは、実際、飛行機の外側とかにカメラをつけて、あるいはガンカメラを使ったりして、この作品を撮ってるわけなんだけれども、それまでそういう撮影方法をするっていう作品はなかった。で、トニーの、作風として、短いカットをたくさんつなぎ合わせて、スリルとサスペンスを作るっていう、職人技的な監督なんだよね。で、後にマイケル・ベイだとか、いろんな監督がそれを、まあ、取り入れてやってはいるけれども、まあ、その、走りのような人だよね。ものすごいカットワークが早いから。で、これをやるとね、非常にお金かかるわけですよ。カットごとにかかる時間っていうのは、ね、短かろうが長かろうが準備の時間は同じだから。だから、制作費を圧縮するためには、それは基本的にはまあ、禁じ手というか、やらないもんなんだけれども、トニー・スコットっていう監督は、それをガンガンやってる。ね。ちなみにトニー・スコットのお兄ちゃんはリドリー・スコットで、この前、出したブレードランナーの監督であるとか、最近で言ったならば、ナポレオンだよね。あれをやってる監督なわけだけど、これはそれの弟のトニー・スコット。あいにくこのトニー・スコット監督ももうすでに亡くなっちゃってるんだけれども。で、彼の作風でやっぱりその早いカット回しっていうのは特徴ではあるんだけども、もう一つ、あって、この作品では特にそれが象徴的に出てるんだけども、逆光で撮影するんだよね。で、その、逆光で撮るにあたって、この作品では、空母の上で撮ってたんだけれども、
いざ撮影を始めるぞって言った時に船が動いてしまって、夕日の位置が反対になっちゃって、ダメだこりゃって、もう一回戻れって、同じ横に行ってくれっていうような話したんだけど、ダメだ、燃料費だけでもいくらかかるっていう話で、トニー・スコットがその場でね、小切手帳を出して、2万6000ドル ?2 万8000ドル?なんかそのぐらいの金額の小切手切って渡して、燃料費自分の懐から出して、船を走らせて、この逆光で、飛行機が見える絵を撮ったりしたっていう話がこの作品にはあるんだよね。まあ、トニー・スコット、その時本当にそれだけ金持ってて、どうだったのかっていうのはわかんないけどね。この作品の前にやったハンガーっていうのは、非常に売れたわけではなかったから。でも彼はね、テレビ CM とかの、作ってた監督だったからね。まあ、そこでは短いカットワークでバンバン繋ぐって当たり前にやることだから。あれなんだけれども。まあ、きっと一時的には制作費から出たんじゃないかな。いや、あるいは一時的じゃないかもしれないけど、ちゃんと制作費から彼の元にその分補填されたんじゃないかなと思うけどね。でかい金額だからね。空母を走らせるための燃料代だからね。すごい桁違いだよね。で、一応、飛んでるところで撮ったカットはこれは全部使ったみたいだよね。もうあらゆるカットは使われたっていう話だよね。で、それの結果生まれてきたのがこの作品で。で、これが公開になるや、もう大人気で、海軍に、入るっていう人がもう爆増した。だからそれだけ、アメリカ海軍も、自分のところのプロモーションとしては、非常に価値のある映画が作ってもらえたっていうことなんだけど、それだけじゃなくて、もう異例のロングランヒットで1年以上劇場でかかってたんだよね。で、それを見るたびに結局海軍になるんだっていう人が次々と現れたから、まあ、海軍も協力した甲斐があっただろうなっていう、お手にならなかったっていうことだよね。で、それから何十年か経って、マーヴェリックが作られてっていうわけでしょ。まあわかるよね。親世代になってっていうことでさ。だから、まあまあ、その話は別なところにしようか。ね。だから、非常に多くの人に、愛された作品で、続編を作りたいっていうふうに気持ちになってったのは、非常に納得。なんだけれども、まあやっぱりそれだけに、ここまでね、愛情の規模が大きくなってしまうと、続編を作るっていうのは非常にリスキーだよね。だってそれだけたくさんこう美化した記憶が残ってるっていう作品なわけだから。だからね、マーヴェリックはすごい勇気だよね。あれを作ったんだからね。また3作目なんていう話が出てるんだけれども、あんまりね、調子に乗ってやんないでほしいなって僕は正直思うんだよね。きっと失敗して2作目までは良かったけどねとかって言われちゃうような、ことに、まあ、なりかねないからね。で、まあ、トップガンに戻るけれども、やっぱりこれも80年代のそのドン・シンプソンたちが作った、ミュージック TV 的な、映画作りっていうのが入っているもんだから、サントラがね、まず聴いてて楽しいわけだよね。オリジナルの楽曲だよ、デンジャーゾーンだとかなんだとかはね。なんだけれども、まあ、ミュージックビデオ的な形でもうやっぱり楽しめるシーンっていうのがたくさんあって、そこにやっぱりトニー・スコットの素早いカットワークっていうのが非常に効いてくるわけだよな。よりミュージックビデオっぽくなるっていうの。パン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 っていうテンポのいい、ね、
カットワークで編集がされた、映像っていうのは、それだけで、その部分を切り取っただけでも見応えがあるものになってるんでね、うん。そういうところをなんかこう、チェックしながら、今だったら改めて見てもらえたらいいかな、なんて思ったりします。何しろ、これをね、トップガンマーヴェリックが公開になった時に見返したっていう人は多かったと思うし、その時に、触れたっていう人は多いと思う。で、みんな、ね、世の中のもう傾向的にしょうがないんだけれども、ストーリーだけを追っかけたりなんか、するところが結構強いんで、そういった、こう、もうね、見倒してきた作品であるからこそ、監督トニー・スコットのね、技みたいなところを、なるほど、みたいな感じでさ、こう、知ったかな感じでね、見てみるのも、まあ、楽しいんじゃないかな、というふうに思います。はい。今回はこの辺にしようと思います。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではまた。